はい、こんにちは、この子猫です。今日の一日一冊は世界史を変えた詐欺師たちです。いや、これね、面白いです。何の本かというと、歴史上の経済学者たちの偉業を紹介する本です。まず帯がいいですね。一人騙せば犯罪だが、みんな騙せば経済政策。まあ確かに、そもそもお金には実体なんてない。まあ、信頼だけで成り立っているわけです。まあ、信頼が維持される、ないし高まっていけば経済政策ですが、一度でも信頼がダダ落ちしたなら、それは詐欺なんです。例えば18世紀フランスの財務総監であったジョン・ロー、莫大な借金によって財政難になっていたフランスを救うため、彼は紙幣を乱発しました。まあ、最初はこの紙幣すごく信用されました。なぜならこの紙幣、ジョン・ローが現在絶賛大儲け中ということになっているフランス植民地開発会社の株を担保にしていたからです。フランスの財政はこの紙幣によってみるみる改善していくように見えましたが、崩壊は一瞬でした。フランス植民地開発会社の業績が芳しくないことが明るみに出ると、紙幣の価値は一気に暴落。ジョン・ローは国外逃亡、フランスは結局借金漬けの状態に逆戻りしたのでした。フランスは失敗でしたが、成功した国もあります。アメリカです。1861年、アメリカでは南北戦争が勃発し、北部アメリカも南部アメリカも戦費調達のため独自の紙幣を乱発しました。敗戦が濃厚となった南部アメリカでは、紙幣が信用を失い価値が急降下、 4000% ものインフレが起こりました。しかし勝者となった北部の紙幣は信用が下がることなく生き残り続け、ついには南も含めたアメリカ全土を覆う法定通貨となっていったんです。勝てば官軍、負ければ俗軍、まあ、勝った方が正義で負けた方が悪だというね、言葉がありますが、まさに紙幣においても勝った方はお金だが負けた方は紙くずというね、熾烈な戦いが繰り広げられているということがよくわかりました。まあ、とこんな感じでですね、経済学者たちの詐欺と紙一重の経済政策を楽しく学べる一冊、世界史を変えた詐欺師たち、読んでいただければと思います。とこのようにこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。